ヨーロッパへの旅行を計画する際、まずはパリやロンドン、ローマといった賑やかな都市が頭に浮かぶことでしょう。これらの都市は確かに素晴らしく、その魅力に引き込まれること間違いありません。しかし、ヨーロッパの魅力はこれだけではありません。大都市の賑やかさとは対照的に、これらの小さな町々ではまるでタイムマシンに乗ったかのような中世の雰囲気が漂っています。石畳の道、古びた建物、歴史的な教会などが織りなす風景は、まるで絵画の中から抜け出してきたような美しさです。今回は、そんな中でも特に美しい中世の町10選をご紹介します。これらの町々は、ヨーロッパの歴史や文化を感じることができ、旅行者を魅了すること間違いなしです。ドブロブニクは、クロアチア南部のアドリア海岸に位置する美しい都市で、この街は、ジブリ映画、魔女の宅急便のモデルとされ、オレンジ色の屋根が特徴的な美しい旧市街は、アドリア海の真珠と称され、1979年にユネスコの世界遺産に認定されました。城壁に囲まれた約2キロの旧市街は、2から3時間で散策することができ、歴史的な建造物が点在し、中世の雰囲気が漂います。旧市街の中心にあるプラツァ通りには、おしゃれなカフェやお土産店が立ち並び、ゆっくりと食事や観光を楽しめます。チェコ共和国は、様々なメディアの世界一美しい国ランキングで、頻繁に名前が挙がる場所です。その中でも、チェスキー・クルムロフは、まるで中世へタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しむことができる、人気の観光スポットです。ブルタバ川に囲まれた、曲がりくねった街並みは、レンガの建物が立ち並び、日本から訪れる人にとっては、まるで異世界のようです。この街には、13世紀に建てられたクルムロフ城や、中世の雰囲気が色濃く残る旧市街など、世界遺産にも登録された見どころが豊富で、訪れる価値があります。ロンダは、スペインで最も歴史的な古都の一つであり、標高700メートルの絶壁に位置し、川の浸食によって形成された峡谷の上に広がる美しい街です。ヌエボ橋は、谷を横断し、旧市街と新市街を結ぶ象徴的なランドマークで、そこから眺める大自然の壮大なパノラマは、そのダイナミックな美しさで訪れる人々を魅了し、人気の写真スポットとなっています。この街には、スペイン最古の闘牛場である、1785年に建てられたもののほか、市民の憩いの場であるアラメダ・デル・タホ公園、サンタ・マリア教会など、見どころが豊富にあります。シエナは、中世の趣を今に伝える歴史ある街です。この街には、世界で最も美しい広場である、カンポ広場、ゴシック様式のプップリコ宮殿、荘厳なシエナ大聖堂など、見どころが満載です。シエナ歴史地区は、トスカーナ地方に位置し、1995年にイタリアの世界遺産として登録されました。この小高い丘に広がるシエナの旧市街は特有の茶色の色調で美しく、その色合いは絵の具にも
シエナ色として使われるほどです。アッシジ、イタリア中部に位置する中世の石造りの町。この町は聖フランチェスコによって設立されたフランチェスコ会の聖地として知られ、キリスト教の巡礼地として世界中から多くの訪問者が訪れる世界遺産の町です。最も印象的な観光スポットの一つはサンフランチェスコ聖堂です。この聖堂は1997年の大地震で大きな損害を受けましたが、見事に復元され、現在では世界中からの訪問者を魅了しています。ポーランドの北部のグダンスクは、ビスワ川が海に注ぐデルタ地帯に位置し、歴史と文化が息づく美しい都市です。ハンザ同盟のかつてのメンバーであるこの町は、自由都市グダンスク、ダンツィヒとしての歴史を持ち、ドイツ人、ポーランド人、そして少数民族カシューブ人など、様々な民族が共存した時代を経て、今もそのコスモポリタンな雰囲気を醸し出しています。ハイデルベルクの魅力は、美しいネッカー川が流れ、旧市街を見下ろす丘にそびえる、プファルツ選定校の居城、ハイデルベルク城、そしてドイツ最古の大学、ハイデルベルク大学などがあることです。この街は訪れる人々を魅了します。アムステルダムから電車でわずか1時間の距離にあるデルフト。この都市を有名にしたのは、美しい白地に深い青の絵付けで知られるデルフト焼陶器で、ここには世界的に評価の高い陶磁器工房や専門のショップが点在しています。また、画家フェルメールの作品、デルフトの眺めでも知られています。16世紀には、オランダ建国の父であるオラニエ公ウィレム一世がこの地に居住していました。スペインの代表的な観光都市、トレド。この美しい街は、1986年に世界遺産に登録されており、歴史的な建築物や構造物で溢れ、その美しさで知られています。トレドは、ヨーロッパで、最も大規模な歴史的遺産の宝庫で、ゴシック様式の教会から、壮大なモスクまで、異なる建築様式が、共存する独特の街です。観光や散策に最適で、ヨーロッパの様々な文化を感じることができる場所です。カルカソンヌはフランス南西部に位置する
魅力的な観光地でヨーロッパ最大の城塞を堪能できます。この街には2つのユネスコ世界遺産があり、見どころが溢れています。城塞内には星付きホテルのレストランからアットホームなビストロ、おしゃれなカフェまで様々な飲食店が点在しており、美食愛好家にとっても理想的な場所です。特に地域の名物である深い土鍋で調理したカスレという料理は絶対に味わってみるべきです。